疲れ様です。よろしくお願いします。あの中2日っていうのはあるんですか、これまで。正規配分もないのは もちろんですけど、うん、追加配分でもこれの日程はないです。こ結構どうですか、知ってからの準備だったら心構えっていうのは。心構えはしてはいるんですけども、うん、準備っていう意味ではちょっとねって感じですけど、うん、ちょ前回腰の方の痛みが出たとおっしゃったじゃないですか。この2日間っていうのはどういう治療を施したんですか。ナショナルチームの専属ドクターの方に、うん、あの1回来まして、そこでブロック注射だったりとか、うん、いろんな治療をちょっとやったんですけども、痛みは完全に取れてないので、うん、その辺はちょっと、走りながらって感じです、うん。地元地区ですし責任のレースになりそうな感じありますけど、その辺は自信はやっぱないです、はい。ちょっと、今回小僧さんいますし、ラインの力でっていうところを、そのあたりはしっかり見れるように頑張りたいです。ありがとうございます。あとですね、ちょっとあのファンの方から質問がいくつかあってですね、あのちょっと SNS 等でですね、秋元さんこういろいろなお食事アップされてて、麺類をよくたしなまれてると、あれつけ麺なんですか。普通のラーメンもあるし、つけ麺もあるし、それに踏まえてなんですけど、その若い自転車選手を目指している子がですね、その炭水化物を取りすぎていいものか、高校生の子が悩んでるというお便りがあったんですが、これはどうお答えになられますか。でもエネルギーの摂取って意味では、その麺だろうが米だろうが同じ炭水化物ですし、そのあたり気にしてても、しょうがないのかなって思います。やっぱり若いうちはってどこなんですか。その何とってもこう力になるという、エネルギーは過剰に取ったところでしっかり転換はされ、若い子だったら転換されるんで、その嫌いなものをいっぱい食べるよりかは好きなものをいっぱい食べた方がいいよっていうだけです。やっぱり年配の人とかが麺を食べてとかあるじゃないですか。その代謝が落ちてとか、代謝が落ちて、その分少なくなるのはしょうがないんですけど、若い子はね、何食べても取らないと思いますよ、はい。ちなみにつけ麺1回でどれくらい召し上がるんですか、この。でも週5とかいけるなら。そんなに麺は、ラーメンしたら週3、週4が普通です。じゃあ何グラムぐらい使いに行くか。いやでもそれも大体多くても300とかだって、普段のこの食生活で取る1食分大体そのぐらいなんです、ご飯でも300グラム取りますし、その辺はしっかり守ってるって感じです、あれじゃあもちろんこの治療期間中もその辺の食事は、その辺りは、多少抑えてますけど、運動しないんで、運動するときは、しっかり栄養を取った方がいいと思います。わかりました。ちょっと多分ファンの方がすごい気にしてましてあくまで持論なんで信じすぎないようにお願いします。少々であるということで、わかりました。4日間頑張ってください。ありがとうございます。